ちょっと翔太君さ、呼吸についてやったんですけど、その、まあ、息を吸う時と止めてる時と吐いてる時ですね、息の、その呼吸のどの状態で相手に対してどういうエネルギーがかかるかっていうのをこの間やったんですけど、もっと考えて、こうしてたとか、両片手を両手で持ってもらって、そっちにかけて、でこっちにかけますよ、力を。で両手だからまあ基本的には抑えられるんですけど、この時にまず息を止めた状態でこうかけた時のそのエネルギーの通り方と、息を吸いながらの通り方と、息を吐きながらっていうので、ちょっと確認してほしい。息を吐くのも、その息の吐き始めとこう吐く、どれくらいのになったらどうなるかっていうのをちょっとこれテストしてるんですよ。1人が結構上さんを抑えて、で1人がこっちに片手でエネルギーをこうかけてきます、抑えます。で今何だっていう、今それぞれ何っていうのを言って、でその差がどうかっていうのをこうお互いに感じてほしいんです。ちょっとじゃあこれで、じゃあ次いきます。引く番です。で、まあ、同じように息を止めて引くのと、引きながら引くのと、吸いながら引くの、同じその力加減でこの3つの呼吸による違いをちょっとテストしてみてください。ね、ね、できました。どうでした？引くときはやっぱり吸った方が。で吐くときも、はい、押すときは吐いた方がいいだと思うんですけど、そのなんていうんですかね、段階があるというか、その本当に取れるようになるポイントがあったと思うんですけど、それって分かりましたか？吐きながら、あ、そうですね、まあ、最初なのか、この間ぐらいなのかとか、分かりました。どうでした？最初は頭を切って、で中間になると息が上がっていく感じ。うん。ね、だいたい中間ぐらいだなと思うんですよね。だからこれを例えばいろんなワークで、例えばちょっとゆっくりこう掴みとか、こういう感じで掴んできた相手に対して。これを当てて吐きながらやると、それだけで結構コントロールがあるし、で吸うのはこう、まあ、こっちに吸い寄せるというかもらうじゃないですか。ここで接触するときに吐いちゃったりすると、それだけでこうエネルギーが通るというか、だからなんかこう押すときとかは基本的に吐いた方が相手に出て、で吸い寄せるっていう言葉もそうですけど、呼吸で吸うと自分の方に引き寄せるっていうイメージで、
っとこう今のやつやってみますか。こうやってこうゆっくりこう掴んでいって、でそうこう当たらないように相手をこうテイクダウンすることができる。今は腹筋ですか、引き寄せるときは。あの呼吸なんで来てる、あちょっと来てる、まあ、こうやってで当たってから、まあ、やる人は、まあ、なんかこう倒そうとするというか、ちょっとこう相手にエネルギーをかけます。でこの来た時に、うん、っていう感じがまずいいかと思います。でこれができるようになったら、これできなかったら、これでなんとなく感覚分かったら、ちょっともう一回ゆっくりしてみて、ここで自然に吸って、で接触した瞬間にも吐くと、触った瞬間にも吐く。ちょっとこれやってみましょうか、呼吸シリーズ。それじゃあ次のやつ、今のちょっと動きがあったんで、今度止まってる状態でそのゼロ化を、まあ、相手に通すみたいなのを、それで今両手対片手で止められるんですけど、七を作って。でこの持たれてるエネルギーをここからもらって、でっていうことができるかどうか、呼吸でそのトラスト、もうちょいしっかりする、あ割としっかりギュッと持ってもらった方が分かりやすいんですけど、でこのエネルギーを、相手の、正中の核みたいなイメージ、はい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 、